ラブ・アゲインは2011年のアメリカのグレン・フィカーラとジョン・レクア監督、ダン・フォーゲルマン脚本のロマンティックコメディ映画である。この映画にはキャル・ウィーバー役にスティーブ・カレル、ジェイコブ・パルマー役にライアン・ゴズリング。この映画はワーナー・ブラザースによりアメリカ合衆国とカナダで2011年7月29日。日本では同年11月19日に公開された。 公開時に、この映画は評論家から好意的なレビューを受け、ロッテントマトズでは78%が前向きな投稿をし、新鮮と認定された。また、興行成績も好調で公開第一週目に千9 1 0万4303ドル収入し、5000万ドルの予算をはるかに超える1億4000万ドルを全体で収入した。ライアン・ゴズリングは、 ゴールデングローブ賞の主演男優賞でノミネートされた。アメリカ合衆国では DVD とブルーレイディスクが2011年11月1日に発売された。中年のキャル・ウィーバーはレストランでの食事の最中に妻のエミリーから同僚のデイビッドと浮気をしたと告白され離婚を申し込まれる。当然キャルはショックを受ける。一方でキャルとエミリーの息子ロビーは 17歳のベビーシッターのジェシカ・ライリーに熱を上げていた。しかしジェシカは年上のキャルに恋心を抱いていたのだが、もちろんキャルはそんなことに気がつくはずもなく、住み慣れた我が家を離れてわびしい一人住まいへと移っていった。毎晩バーへ通い、バーテンダーに嘆き不死を語るキャルに若くハンサムなジェイコブ・パーマーという男が女性を物にするコツを教えると話を持ちかけてくる。 ジェイコブは夜ごと違う女をお持ち帰りする喫水の女たらしで、その夜は放課学生のハンナをナンパしていたのだが、真面目で身持ちの硬い彼女に珍しく袖にされていたのだ。どうして自分みたいな中年男にアドバイスするんだとのキャルの問いに、昔あんたみたいな人を知っていた。と言葉を濁すジェイコブ。こうしてキャルは、 服装から会話までジェイコブの特訓を受けることになった。徐々にテクニックを覚え込んだキャルはバーでオールドミスのケ統トをお持ち帰りすることに成功。その日からキャルはスータの女性をナンパし、はためには充実した私生活を送っているように見えた。そんな時、彼はロビーの保護社会でエミリーと再会する。二人はオズオズと和解したように思えたが、 なんとロビーの担任の先生は、あのケイトだった。キャルを独身だと思い込んでいたケイトは、憤んやる方なく、エミリーにキャルとのジョージの一部始終を暴露する。愛想が尽きたエミリーは、デエビッドとの交際を再開する。一方で、最近ロースクールを卒業したハンナは、彼女の恋人のリチャードが、彼女の司法試験合格パーティーでプロポーズしてくれると期待していたが、 彼はやたらと逃げ腰で、ハンナは傷つき苛立ちを覚える。時期を起こしたハンナは一度、ジェイコブの誘いを断ったバーへ戻り、いきなり彼に熱くキスすると、一晩の関係を迫る。まんざらでもないジェイコブは彼女を家に連れ帰るが、結局一晩中たわいない話をして、友情を深めるに終わった。キャルは、ひょんなことからエミリーがまだ自分に未練を残している、ことを知り、 それまでの女遊びを反省し復縁する計画を練る。その頃、ハンナと付き合うようになっていたジェイコブが、キャルに本物の交際についてアドバイスを求める。近いうち、ハンナの両親を訪ねに行くというのだ。ある休日、キャルが前の住まいの裏庭で子供たちと共にエミリーに初めてのデートを思い出してもらうようにミニゴルフのセットを作っていた。ちょうどその頃、 ジェシカの家では母親がジェシカのヌード写真を偶然見つける。ジェシカは同級生のアドバイスでその写真をキャルに送りつけるつもりだったのだが思いとどまり、タンスにしまい込んでいたのだ。その写真がキャル宛であることを知った父親のバーニーはキャルに問いただすため怒り浸透でウィーバー宛へと向かう。一方、ウィーバー家では帰宅したエミリーがゴルフセットに感嘆しているとき、 ハンナがジェイコブと共に家にやってくる。実はハンナは、キャルとエミリーが学生結婚した時に授かった娘だったのだ。キャルは、マナ娘がジェイコブと付き合っていることに愕然とし、ハンナに別れろと命令する。ところが、その瞬間、バーニーが乗り込んできて、キャルに飛びかかる。後を追ってきたジェシカが止めに入るが彼女の父親は聞く、耳を持たない。そしてその時、 よりによってデイビッドが、エミリーの忘れ物のセーターを返しにやってくる。ある意味で、すべての元凶であるデイビッドに、ジェイコブが一発喰らわせ、キャル、バーニー、ジェイコブ、デイビッドのもみ合いになる。一連の関係者すべてが揃った、騒乱状態は、結局警察が止めに入って収束、気まずい展開になってしまう。キャルは再びバーに入り浸り始めるが、そこに、ジェイコブが訪ねてきて、 ハンナを真剣に愛していると告白する。キャルは頑固に彼らの交際を認めない。しかしジェイコブはキャルが尊敬すべき、素晴らしい父親であることを称える。ロビーは中学校の卒業式の代表挨拶で、どのように真実の愛と魂の伴侶を失ったかについて悲観的なスピーチをする。見かねたキャルはスピーチに割り込み、自分のエミリーとの出会いについて話し、 うまくいくかわからないが、エミリーのことを諦めないと宣言する。それに勇気づけられたロビーも、ジェシカへの愛を、再び宣言し、観客も拍手で叩いた,た。式の後、キャルは、ジェイコブとハンナの交際をようやく認める。ジェシカもロビーの愛に応えて、高校時代を生き抜けるように例の写真を送って、彼を驚かせる。キャルとエミリーは、お互いが乗り越えてきた一年について談笑するのだった。 カッコ内は日本語吹き替え2009年12月、カーズなどで知られる、ダン・フォー・ゲルマンが、スティーブ・カレルの主演を想定して書いたタイトル未定の、脚本を、ワーナー・ブラザースが購入。2010年1月に、フィリップ、君を愛してる。で知られるグレン・フィカーラとジョン・レクアが監督に決まった。2010年3月初旬、ライアン・ゴズリングの出演が決まり、同月中旬には、 エマストーンの出演と映画のタイトルが明らかになった。2011年9月に行われた映画のシュドニープレミアでの彼レ映画のレビューを集積するウェブサイトロッテントマトズによると193件あった投稿のうち78%が好意的な評価を与え平均評価は10あるうちの6.9であった。シンネマスコーはこの映画の投球は A から F の範囲で であると発表したロジャー・イーバートは、ラブ・アゲインに4つ星中、3つ星を与え、この映画は、心優しい人々による、甘いロマンティックコメディであると評した。ニューヨーク・タイムズの AO ・スコットは作品に対して、好意的で5つ星中、4つ星を与え、ラブ・アゲインは巧妙なバランスが取れた、明るく賢い映画であると評した。 ロサンゼルスタイムズのベッツィ・シャーキーは5つ分のうち4を与え、この映画は初恋、永遠の愛、失恋とすべての恋の甘くて苦い魔法を思い出させてくれると評した。ニューインチネマのダニエル・サラスは3つ星と少ない星数だったが、本当のロマンティックとコメディ要素が含まれたロマンティックコメディ映画であると称えている。評論の中には否定的なものもあり、 AP 通信のクリスティー・レマイヤーは、この映画は、真実の愛に落ちるまで、十分クレイジーでも愚かでもないと評し、4分の2のスコアを与えた。MSN ムービーズのジェームズ・ロッチは特に批判的で、5あるうちの1しか与えず、スターが勢揃いしたファンタジーと嘘のしこりと評した。この映画は、TV ガイドのベストムービー2011の一つに選ばれた。ラブ・アゲインは、 北米で公開が一週目で5位を記録し、1910万4303ドル、収入した。アメリカ合衆国とカナダで8億4200万ドル。世界中で5億8500万ドル収入し、全体で1億4000万ドル回収した。ありがとうございます。